大谷は外野を守っていた時花巻東の監督にゆっくり走るなと怒られた。しかし大谷は足が長すぎて全力で走っているように見えないだけだった。花巻東は入部するのに特別な条件は必要なく、入部届を出せば入部できる。しかし岩手県外の選手は野球部 OB の知り合いや兄弟でなければ入部できない。花巻東はベンチを外れた3年生は監督や両親に感謝の気持ちを伝えながら最後のノックを受ける。大谷は花巻東時代に自分の夢を叶えるために 9×9 のマスに目標を書いて達成していった。大谷は高校通算25本のホームランを打ち、歴代25位の記録を持っている。花巻東の監督は大谷にしっかりとした睡眠を義務付け、大谷専用の寝る部屋を用意した。花巻東の佐々木監督の息子は高校通算134本塁打を記録した。